まあ、さっきも話したんですけどね、今ボリス選手が良くなってきてるんですよ。ボリス選手が PDC でもこう上位には来てないんですけど、まあ、中堅ぐらいになってきてるんです。それと同時にスペインにですね、ジョゼ・ジャスティスじゃないですね、ジョセ選手っていうのがいて、彼もワールドとか優勝して、彼もやっぱ PDC に転向して、いい位置にはいないですけど、だいぶ来てるんですよ。だいぶ来てないけど、中堅とか、たまにそのトップ選手に勝ったりするんですよね。あ、失礼しました。さあ、国木祐介選手先行のゲームスタートですね。だから、その、やっぱこう、ボリス選手とかがね、やっぱアレンジもちょっと最初の頃はとても褒められたもんじゃなかったんですけど、今だいぶこう理解できてきて、まあシュート力があるんでね、今ちょっといい感じになってますよ。さあ、そして国木選手キープからのフォローですよね。国木選手やっぱりこのフォローがやっぱばらついてる。ここで安定性がちょっと足りてないですよね。そして松田純選手、もう松田純選手の試合はね、やっぱりこう必見の価値がありますよね。さあ381残り140欲しいですね。はい、注文通り140取ったら241で366、ここは100欲しいですね。266っていう数字が欲しいけども、さらにいっちゃってますね。226、ナイスアレンジです。さあ241、100取って141、60で181、100取って141、これも注文通り、ナイスナイスアレンジ。226残り19から20に戻って、トリプル絡めば上がり目が出ます。トリプル絡まなくても出るんですけど、ナイスアレンジ。141残り、さあ60入って81、19、サイドにずれて、74、そうよね。でナイスアレンジですね。74で14からのナイスアレンジ。127残り、20からいくと思いますけどね。トリプル捉えれば17、トリプル捉えて、ナイスラーイ、すごい、ほんとすごい。さあアレンジからの20ダブル、ダブルに入って10ダブル、おお、3本目松田選手回さずに決めてきました。国木祐介選手、松田選手も見せてくれましたけどね、127残りですね、20からの17トリプルですね。さあ松田選手先行のゲーム、100取って401、あ、ジャスティシア選手っていうんですね、ジョゼ選手、スペインの、はい、昨日良かったですよ、いいダンスしました。140取って261、ナイスアレンジ。
442。ここはもう大きく削るのみ。さあ60捉える。100取って342、261残り。さあここも100取って161っていう数字作りたいですね。サイドにずれると計画が狂いますね。44、37、342残り。ここもね、100取って242、60で282。これだと140打たないと上がり目が出ない。197、トリプル捉えて137、そして118残り。トリプル捉えてもう一本欲しい。100取って180に上がり目は出せませんが、ナイススコア20から。そして98、もう一本18に行く。あ、そっか、上がり目がないのでアレンジですね。あ、違う、18ダブル狙ったんだ、失礼。ダブルアレンジですね、18ラインの。そして5ダブル。今日は少しダブルがちょっと甘いかもしれないですね。ダブルが今日は決まってこない。3本あればだいたい決めていきますけど。さあ81残り。これももったいない。14、60残り。5ダブル。いやー、ここまでは国木雄介も待たないと思います。アレンジからの20ダブル。あっと決まらず。You require 10. Shot 2度目。これは先ほどの鈴木みくる選手、中西英吉選手の感じに似たパターンですね。2レッグ目でチャンスを迎えたんですが決めれず、そのまま Third leg. Game on. ベテランが流れをつかんで押し切ったっていう試合だったんですけど、鈴木みくる選手と中西英吉選手の試合、そんな匂いがしますね。今の国木選手先行のゲームスタート。トリプルから。さあ100スタート、ナイススタートですね。ここは17いきましたね。だから20はあまり外さないっていうような自信があるんですよね。91取って410残り、そのまま20ラインでずっと押し進めるっていう戦略ですよね。だからもうすでにアレンジ入ってるってことですよね、松田潤選手は。140、324。60取って100取って224、ナイスアレンジ。さあ95で上がり目出せず。さあここ最悪60ですね。60取って164。
100取って124、そういう数字作りたいですね。140取って84、ナイスアレンジ。169残り、やっぱり1本の横ずれでやはり相手にこういうチャンスを与えるっていうケースがやっぱりあります。131からもう1本で112、84は60からいくと思います。そしてここは14、トリプル捉えれば、あ、急取りですね。はい、ここでやっぱ止まるんですね。64から3927です。5を狙ったんですね。そして、あー、決まらず。アレンジからの8ダブル。決まった。おっと、自分の流れを取り返してきました。そして松田選手先行のゲーム。今日はね、松田選手らしくなく、なんかダブルがねちょっと決まってない感じですよね。100取ってナイススタート。いやー、今の腕の使い方素晴らしかったな。この腕の使い方が国木選手がもっとずっとでき続ければ、ちょっとやばい選手になる可能性ありますね。たまにドラえもんになったりしますからね。あ、この感じいいですよね、この振り。あ、これもいい。あ、この3投はほぼほぼいい感じだったですね。さあ、276、275って数字よね。1点差なんですけど、まあ関係ないね。B ですね。さあ、ナイスカバー。241残りに対して136。さあ、ここどうするんでしょうね。19、20、18、いや、どういくんだろう。やっぱ20から116、19に行きます。そしてアレンジまで、ナイスアレンジ。136、16からの97、取ってからの57で、20アレンジっていう、20ダブルアレンジってことですね。素晴らしい。そして10ダブル。あっと、206残り。ここは大きく気づいたですね。186からトリプル取られず、166からの146。さあ、10ダブル。徐々に近づけたい。あー、ここは、まあ、146なので、まあ19、20、20からいきますね。126、106からのもう1本。あ、違うか、トリプル入ってんだ、失礼しました。さあ、ここはプレッシャーですね。あっと、どうした。さすが、さすがだ。3本目、相手に回さず、松田純選手が3本目決めてきました。さあ、222
なったファイブレッグ目ですね。国木雄介選手先行のゲームスタート。さあ先行アドバンテージを守り抜きたい国木雄介選手。おー、徐々に徐々に上げていって60を狙うっていう狙えてる感じですね国木選手。国木選手は、どちらかって言ったらその角度もつかないし、だから下でも上でも大丈夫な感じで狙ってきますよね。植え付けてもこれこのまま20狙える感じですよね。スタッキングさせてこう狙えてる。いや腕の使い方が良くなってきましたね後半。そして19にスイッチ、357に対して341。さあここもね100取って241、そういう数字に持っていきたい。トリプル捉えれず、60で281。さあ松田選手もここ100取りたいですね。注文通りですね。140で217、281、残り140が欲しい。140で141残り。ナイスアレンジ、ナイスコア。これで先行アドバンテージに帰ります。さあそして60取って157、ナイスアレンジですね。上がり目はしっかり作ってきます。141残り20から121でブルですね。そして20に戻る、ナイスアレンジ。105取っての36残り、素晴らしいアレンジ。これはさ、いやーここで97、オール19アレンジですね。さすがです。157オール19ですね。あ、157ですね、オール19取って60アレンジっていう素晴らしいアレンジ、ナイスアレンジ。これプレッシャーかかりますよね60アレンジ。さあ9ダブル、うわーこれはこれはやはり松田選手のオール19アレンジが決まるのか。いやー見事、いやー皆さん一つ勉強になりましたね。